私の温泉アイドル、はい、まあ、聞きたいというか、ま、そう、マリンカの中での温泉アイドルが本日いるということなので、うん、発表していただきたいと思います。急に急にいいですか？はい、いいでしょう。お願いします。お願いします。私の中の温泉アイドル、それは自分ドラムロール鈴木愛菜。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、え、私で大丈夫？愛にゃよ、やっぱり。いやいやいや、いや、まあね、いっぱい勢揃いよ。確かに美少女も勢揃いだけど、おっさんかってるけど大丈夫？もう、いやいやいや、私ね、アイニャに出会ってからずっとアイニャが心のアイドルだから。本当に？そうなんです。まだもう大好き、大好き、もう私も。いや、だからちょっと今日は私のアイドルのアイニャに、はい、ね、みんなにもサービスだよ。本当は私にだけなんですけど、かわいいセリフを。セリフ？はい、アイドルっぽくちょっと言ってもらおうかなと思っておりまして。いいですか、ちょっとね、すみませんけど。いいよ、マリンカのためだから。本当、ありがとう。なんだこのやりとり。テレテレしてんな。イチャイチャすんじゃねえよ。で、やってくださいよ。はい、じゃあですね、私がちょっと考えてきたシチュエーションあるんで。シチュエーションが、あ、はい、アイニャにやってほしいシチュエーションを考えてきたんですよ。ちゃんとスタッフさんとリスニングして。そうそうそう、あるの。入念にされてた。そう、あのね、まず高校生くらい、高校生ぐらい、高校生くらい、はい、初恋ね。初恋、初恋、初恋。まあ、それはでもアイニャに先輩後輩は任せるけど。あ、任せる。うん、でも、あの、はい、放課後の校舎裏だな。ベタだ。いや、ベタが一番いいんです。わかるよ、まあね、わかるわかる、ベタが一番いいんだから。じゃあちょっとアイニャいいですか、はい、ちょっと即興になっちゃうんですけれども。いいよ。いい？つまずいたらごめんね。アイニャの告白まで3、2、1。先輩、すみません、急に呼び出したりなんかして。あの、先輩はいつも私のこと妹みたいって言いますけど、もう妹じゃ嫌なんです。私、一人の女の子として見てほしいんです。先輩、好きです。付き合ってください。うおー、素晴らしい。あー、熱い抱擁が、熱い抱擁が、熱い抱擁が、最高かよ。大丈夫でした、今の感じ。大丈夫なもんじゃないわけがないでしょ。あ、もうよかった。これだけでね、温泉のサポーター増えるよ。増えます。増える増える。よし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 、よろしくお願いしますよ。いいぞ、ね、やったったで。リンラジにチップを送りまくってくださいね。ありがとうございました。 ありがとうございました。本当に。